歴史家族バラエティー年次集団の裏切りの話。あちらが半蔵門で、こちらが皇居ですね。皇居の前のお堀がでかい。でかいし、あそこも人が入れないもんだから、こう石垣なんかもなかなかこう草が絡まっちゃって、ツタが絡まっちゃって、趣がありますね。すごいなあ。さあ皇居の守りは固いですね。いや我々は皇居じゃない、陛下ではなく、私は家康を討ちに来たんだ。さあ半蔵門に向かいます。あ、でっかい。これが半蔵門ですね。中入れませんね。これが一歩でも入ったら銃殺でしょうか、これは。まあ、向こうが皇居ですからね、入れません。これが半蔵門脇からのお堀。どう、すごいな、この土塁からの半蔵門。すげえな。すごいすごい。お、堀が深い。深いわ。高い深い。すごい。堀の眺めがめちゃめちゃいいですね。眺めがめちゃめちゃいい。ちらちら石垣なんかも見ますからね。いいですね。国会議事堂なんかも見えてきましたよ、これ。外桜だもん。目の前まで来ました。じわじわと、さあ来た来た来た。こんな感じでございます。皇居ランナーって本当にいっぱいいるんですね。まあ実感しましたよ。もうここ来るまで 何人皇居ランナーいたか。この、なんですかね、突き出てますね、桜田門って。突き出て、なんか食い違い小口みたいな、この門自体が食い違うような配置になってて、ここでやられたわけですね。やられたんですよ、ここで、家紋の神が。家紋の神覚悟、つべ。そんなね、私の寸劇がさっきからランナーに聞かれてるわけでございますけども、なんならここに三脚立てて、あの一人でこう切ったり切られたりする画像を撮ってやろうか。それでは外桜田門くぐってまいりますが、ここは外桜田門の外だから、外桜田門の外をくぐり、やはりマス型、安定のマス型でございます。こちらが桜田門。うわー、桜田門外の辺ですもんね。門外ですよ、あそこですよ。あそこか。そう思うと感慨深いな。今普通に通ってなんか茶番やっちゃったけども、あそこで人が切られたわけですよ。しかも大老ですよ、時の大老。いい家紋の神直介で、こちらのこの突き出た門に、あ、なんだこれ、この門だけすごく独立してる。この門の向こうにまた堀があって、この門自体は堀に囲まれている。すごいいい作り、いい作りですね。でこっちの石が結構びっちりですね、びっちりですね。これ結構びっちりしてるがゆえに、なんかこれなんだろう、排水溝なのかな。ところどころ穴がボコボコ開いてるんですよね。なかなか特徴がある桜田門でございます。さあ桜田門もくぐっていく。ちなみにあれ警察庁、警視庁、桜田門の本店でございますね。さあくぐっていく。ちょっともう手疲れてきた。おお、ちょっとこの門綺麗だな。
外から見るとこんな感じ。石が立ってるのが桜田門、矢田門。でかい、でかい。さあ、こっから左に行くと皇居外苑かな。二重橋と伏見矢倉ですね。太陽の海外勢。すげえな、いろんな国の災害勢が来てる。攻め落とされるぞ。お、かっけえな、あれ楠木正成像。ちょっと暗くてよく見えねえな。そうだね。これが南朝型の英雄楠木正成です。はい、周りはほとんど海外人。なぜかみんな写真撮ってる。いや、南北朝時代とか分かるのか。サムライみたいな感じか。いや、しかしなんで南朝の英雄あんまりそこら辺は触れないでおきましょう。ただいま坂下門前でございます。この広場広いもん。なんじゃこの広さ。これなんじゃこれ、広すぎだろこれ。そして坂下門と私、高層ビル群と私、でもう一回坂下門と海外勢の私。ひどい。とにかくさあ見えてまいりました、坂下門。坂下門で左が正門、こう遠くに見えるのが正門。あれですね、正門でございます。あれが、そして坂下門。お、なんか開くぞ、出てくるぞ、用心が出てくるぞ。誰だあいつは。スナイパー、スナイパー。いや、撃つ、撃っちゃダメだ、撃っちゃダメだ。いやいや、撃つしちゃダメだ、撃つしちゃダメだ。なんで撃つしちゃうんだろう。はい、撃つしません。不審者じゃありませんよ、私は。いや、すげえな、でもこの住民石、やっぱり。俺がちょい文句あると、誰が出てくるんだ。スナイパー、やめ、やめ、やめなさいって言ってた。辰巳やぐらですね。すごい年季が入ってる。この何ていうんですか、この銅のこの錆具合、素晴らしい。そしてでかい堀もでかいし。さあ大手門ですね。白鳥がいる。そして石垣、もう石垣今日いっぱい見たもん。もう石垣お腹いっぱいだ今日も。すごいわ、だいぶ石垣今日は堪能できた。さあ大手門から入っていきますよ。結局大手門から入るんかい。さあ大手門でございます。いやね、驚くほどもうほとんどが外人、海外勢。ほとんどが海外勢です。すれ違うのは。いや、こうやってですね、あの北の丸とか、あの見つけからこうちまちまやってって結局大手門がら空きになるでしょ。これ陽動作戦、陽動作戦。がら空きになったところ入る。でっか、あ、これは外か、外門。すごいわ、手荷物検査あったわ。手荷物検査、まさにこの後ろ。いろんなもん、いろいろ持ち込んでるからちょっと恥ずかしかった。そしてこれが大手門でございますね。大手門、どうやったら映るんだこれ。常に僕の顔が映っちゃうけども、これが大手門だ。これからそこに向かうのである。あ、でっけえなこれも。でかい。で、両サイド
なんか くぐるにというにはあまりにもでかすぎるもんがある。すごいな。いやいやいや、このちっちゃいのからくぐっちゃダメでしょうか。中でかい。お、カンヌキもちょっと違うな。カンヌキも頑丈なやつだ。これどうなのかな。でかい気がする。ちょっとスマホ当ててみよう。ほら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 、ちょっとでかい、ちょっとでかい。この、わかりますか、この分でかい。ほんと海上勢もびっくりするわね。だからこんな門の内側入ってずっと蝶々が見てんだもん。入り口はい、入園表、午後4時半には閉園します。同心番所、こういった建物。なんか後ろの石垣の方が気になるんだけども、あ、なんかこれ田舎によくある感じですね。これ田舎によくある。そんなにまあ同心の番所だから豪華っていうわけでもないしっていう、そんな感じですね。すごいじゃないのこれ。すごいですよこれ。これ何があった、何があったらこんなピラミッドみたいなことになるんだ。いや、これはもんじゃないでしょうね。これはもんじゃないでしょう。これが100人番所、これ100人入れるみたいな感じでしょうか。いや、あっちが本丸か。いや、本丸見たいけどな。先に二の丸攻めますか。いや、もうトリッパでいいか。二の丸侵入します。いや、もうこの分かりますかね、この石垣、この石垣の素晴らしさ。でかい、でかいし、もう切り込みがはっきり、もうすごいわ。いや、もう本当石垣もういいっすわ。もう本当もういいっすわ。もうお腹いっぱいっす。もう今日はもう堪能した。いろんな石垣堪能した。すごいわ。なんか海外勢がなんかこっち見て喋ってるわ。やかましいわい。もっともっと墨石だ。墨石なんだこれ。これこれ2つ並んでる墨石。これこれなんだろう。なんでこう2つ並んでんのかな。これが二の丸のこの、まあ広いですね。これが全部二の丸なんでございますけども、この雑木林の庭園ですねになってるようです。ものすごい広さで、左手が本丸でございます。本丸、この石垣の高さ。あ、そこから入れるのか。は、入りたいな。もう本丸行きたいな。もう本丸行きたいんですよ。天守台かなこれは。こんなとこまで詰め込まれていくとは、お前らと違うんで。キャッスル、キャッスル、やりきれない。海外勢がまた見とった。クレイジーだ。あの日本人はクレイジーだと言わしておけばいいんじゃない。